ボスも一杯どう？悪いが、今日は大事な試合なんでな。よ、メグ、今夜のスペシャルを一杯くれ。どうぞ。名付けてファイティングスピリットよ。よう、カヤンビーのチャンピオンさん。よろしくな、小舟の大将さん。この闘技場もまあ悪かねえじゃねえか。そいつはどうも。じゃあ派手に盛り上げようぜ。今日はタッグ戦みてえだな。ふん、俺は構わねえぜ。お前と一緒ってことは誰が相手だ？全員だよ、全員。やあ、どうして俺が呼ばれてねえんだ？ああ、お前が誰かも知らねえからな。いやあ、くつろがせてもらってるぜ。ははは、こいつを呼んだ覚えはねえぞ。俺が礼儀を教えてやるよ。なら、俺が喧嘩を教えてやるよ。ジャック、わざわざ恥をかきに来たのか？あい？ここじゃ喧嘩は口ですんのか？セト、おごりは目を曇らせるぞ。はいはい、忍耐と訓練がってやつだろ。訓練、俺には必要ね。なら、実力を見せてもらおうか。覆面はルールにねえんだが。顔を売る気はない、勝ちに来てんだ。無理して腰を痛めんなよ、じいさん。誰に口聞いてんだ、小僧。ビーストボーイとは大した名前だ。俺はもうボーイじゃねえ、ボスだ。賞金は全部俺がいただく。やってみな、全員ぶっ倒せるならな。お前、俺の大嫌いなやつに似てるな。ふん、ならリングまで確かめに行きな。あざだらけで素顔が見せられねえのか？口先じゃなく拳でかかってこい。年長者は敬うもんだろう。ここじゃ腕っぷしだけがものを言うんでな。母親に言われたろう、姿勢が悪いって。ええ？お前がお袋の何を知ってんだ。外れ者同士、うまくやれそうじゃないか。ビジネスはうまくやれそうだな。あえて拳で戦う、嫌いじゃないね。あえてかどうかは見てればわかる。派手な奴は大歓迎だ。そいつはどう思う？仕事のことはお袋には言えねえな。私もタトゥーのことはママに言えないね。私の銃に拳で挑むつもりかい？拳は弾切れしねえからな。生かした服だな。諜報活動にぴったりだ。あんたの服も高みの見物にはぴったりだ。大一番だ、しっかり盛り上げてくれよ。任せときな、ボス。ボス、お客の数を見てみなよ。みんなお前を見に来てんだぜ。もう少し愛想がありゃ完璧なんだよな。ボス、こっちは問題ありません。おう、任せたぜ、スネーク。あなたの歩みは私の歩み。よう、フェル、あとアルーンも。戦うの、私たちのために。フェル、戦いは俺に任せときな。あ、瀬戸さん、それすげえ筋肉っすね。ボスは俺だ、文句はねえな。誰が相手でも勝ってやるよ。やべ、かっこよすぎだろ。メインイベントが始まるぜ。お前は前座ですらね。忙しそうだな、リース。いいこった。うちは側近のみだ、忘れるなよ。言いくるめられんなよ、リース。ツケはなしだ。おい、誰が勘定するんだよ。おい、なんてことしやがる。ほら、ワンツーだ。仲良くしな。顔面にストレートだ。クラクラすんだろ。見学しときな。こいつは効くぜ。ほら、リングに上がれよ。ジロジロ見てんじゃねえよ。さあ、やろうぜ。
拳で稼ぐ。ルール無用だ。タフなのはドイツだ。医者によろしくな。肩慣らしといくか。ショーの始まりだ。まあ当然だろうな。ああ、おふくろ、俺の金が。ボスは俺だ。文句はねえな。勝負したけりゃ列に並びな。技は力でねじ伏せる。誰が相手でも勝ってやるよ。今さらおじけづいたのか。ビビってやがるな。やんのかやらねえのかはっきりしろ。おいおい、客が待ちわびてんぞ。これがボスの力だ。ノックアウトだ。これがカヤンビーのやり方だ。